サウジアラビアが力をつけてきている。2022年のカタールワールドカップグループステージ初戦でサウジアラビアがアルゼンチンを撃破したのは遠い昔の話ではない。そのニュースは世界に衝撃を与え、大会有数のサプライズとして伝えられた。だが、あれは単なるラッキーパンチではなかった。近年、サウジアラビアがフットボールに注力しているのは明白だ。サウジアラビアとアメリカ、ピークすぎた選手はどちらかの国に行きそうである。30年前の J、20年前の中国の後追い。20年前の中国？桁が全然違うわ。環境が悪すぎて無理。栄えてるのは知ってるけど暑いし遊ぶとこないから厳しいじゃねえかな。オイルマネーすげえ。いい J リーグに入りなさい。中国とは違って国主導のサウジはバブルではないってのは厄介。スポーツビジネス目的じゃないよ。採算取れるわけないからね。国のイメージアップとか人権問題から目をそらさせるため。中国と違ってサウジアラビア代表強いよな。このままもっと強くなりそう。アルゼンチン戦の勝利は衝撃だった。ロートル取ってちゃあかんわ。欧州のアフリカ系若手有望株をガンガン取らないと。読売ヴェルディでよかったのに。サウジは若い王子が必死に国際通を気取ってるだけで。結局ダメだろ。所詮は独裁国家よ。近くリロナもすでに、あまり話題にならなくなってきてるよな。日本で話題にならないだけで SNS 上での閲覧回数はえげつないぞ。日本は権威主義というわけではないのでちゃんと選手育成やレベルアップにもつなげていった。しかし権威主義国家は政治的利用が主なのでレベルアップにつながらない。そこが日本と他のアジアとの違いだな。